今日は、えー、海外で働く、海外で暮らすというテーマで、北京で設計事務所を経営していらっしゃる住居学科の卒業生の藤井陽子さんにお話を伺います。大学三年生の時です。なのでちょうどみんなえっとまあ周辺が就職活動っていう時に父親が駐在で。 中国に北京にいたのもあって何回もこう海外旅行というか家族旅行だったり1人で父親のとこに行ったりして北京に何回か行ってたのもあったんですけどうん、うん、なんかこう中国の雰囲気がすごいこう性格があって <laughs> なんかすごい気になったんですよだから2002年の時に留学を決めてまあ、その頃中国留学なんてとっても珍しかったので。 私はもう北京であのこうやって独立してやっぱりこれはラッキーだったなとしか思えないですね。やっぱり日本でいたらやっぱり同級生でも独立してる方すごいいらっしゃるしこうやってこう中国であの自分たちで独立したっていうことでやっぱりあの少しこうピックアップしてもらったというか少し目,目立つようにこうなるわけで。 なんですかね、あの日本だったらできないことっていうのもこっちでできるんですよね。うん、なんかやっぱりクライアントさんの,そのやっぱり新しいものやっていこうっていうその中国の人たちの姿勢だとかもちろん、まあ、人口も違いますし、うん、あと中国ってもう本当に広いですね。だからあの私たち北京拠点にしててもあの中国の北から南まですごい飛び回って。なので日本だっったららやっぱりこれぐらいの あのスピードで新しいことはできなかったな新しい提案はできなかったなっていうことも思いますしやっぱりすすごいい可能性のある乗り代のああるる国だと思います、ねうんえー、と今実はあの息子の3歳迎えてるあの長男がいるんですけど。 そっちはあの幼稚園に預け始めて、うん、それがですね。まあ、えっ、ー、と日本で言うとインターですか？えっ、ー、と国際幼稚園に入れてるものなので、もうそこから一気にあの国籍が豊かなあのファミリーとこう交流する機会がぐっと増えましたね。うん、あのもちろん、その中には日本人の方も数名数組いらっしゃったんですけど、あでもい,いても3組ですね。他の方はもう全員。まあ、私からすると外人っていう状態。 で中国人の方もいらっしゃるんですけど基本はもうあの外人専門で受け入れてる幼稚園なのですごい状況ですけどでもあの、まあ、女性そうですね女性っていうことも話さなきゃいけないんですよねだから中国っていう場所はあの基本的に私17年前にその来た時からずっと感じてるんですけどこの女性も働いて当然っていうようなそういうなんかこう社会の後押しがある。 ような国に感じます、ね、なんかこう他の例えば他大学だともうソフト重,重視でこうソフトをこう学ぶ時間に費やされていた時間が私たちにはなかったからなんかこう設計っていうものをこう想像力っていうのをこうこうなんかこうクリエイティブ面がすごいこう鍛えられたなというふうには感じました。テニスサークルに 他大学とのテニスサークルにも入ったりあとその中国留学もさせてもらえたりとか何かこう自由度もあったのでやっぱりあのすごいいい意味でフレキシブルなそのい,いい大学選びをしたなって思っていてあの後悔ないですね。あと女子大学ってことであんまり引け目も感じもなかったし今も感じてないです。 気になってる国があれば、まあ、今ちょっとコロナで少し待たなきゃいけないかもしれないですけどぜひ行ってみてくださいということを言いたいな,なんかこうやっぱりニュースだけでやっぱりさっきもちょっと言いましたけどなんか偏った情報だけであのやっぱり見ちゃいいいけないと思いますねあの私はその大学1年で行ったその16日間のであ海外の人とも友達になれるんだっていうこともすごい学んだし。 なんかこう日本人だけで固まってる必要はないと思うのとあとやっぱり行っってみなないいととやっぱり絶対理解でできないと思うんですよ私は住んであの、まあ、住んだら都っていう言葉ありますけど本当にそうで今もまさか北京にこれだけいると思わなかったし、まあ、今の,この、まあ、中,国中国の北京拠点にしてもまた海外に行けるから。 なんていうんですかねあの、もうおばあちゃんになってまでなっても、私は海外にいるんじゃないかなっていう思うぐらい、すごいこう海外生活楽しんでますし、うんあの、少し長い期間、短い期間でもいいですから、ぜひあの国違う国に飛び込んでみていってはどうですかというふうに <laughs> 伝えたいですね。